甲田山のふもとまでこの紅葉が降りてきています。ですが私ここに行った時には、ちょっともう雪が降ってですね、向こうに見える八甲田の峰々には、の山頂にはですねちょっとうっすらと白くなっていました。十和田湖を望む展望台に上がってます。ところがこの日はとても寒くなってですね、向こうに見えるのは雪の降る雲ですよね。そしてそのうちに雪が舞ってきました。